タリスト今森義明のバコンチャンネルです。はい、はい、久しぶりです。お久しぶりです。今東京来てまして、元自衛隊ベーシストの黒田くんです。あ、はい、はい、です。ありがとうございます。来てもらって、そうですね、たびたびこのチャンネルにも出してもらって、はい、出てますよね。そうですね、はい、元自衛隊ベーシストということで。そうです。実は僕が、はい、あるベースをねちょっと手に入れたんで、で僕やっぱベースは下手なんですよ。そうなんですか。いや、まあ普通のベーシストよりは絶対下手やから。いやで、もう元自衛隊ベーシストにどんな音するのかあ、はいはいはい、ちょっと弾いてもらいたい。あ、本当ですか。いいですか。あ、ぜひお願いします。じゃあちょっと出します。お願いします。こちらになります。お、あ、プレベですか。はい、プレベなんです。プレシジョンベース、はい、すごい。あ、これは、あ、ヴィンテージのあれなんですかね。このあれです。これは何年製の。73年です。73年。はい、すごい。でも73ってそのヴィンテージですけど、めちゃくちゃなんか状態とかも綺麗。綺麗でしょ。めっちゃ綺麗ですね。はい、ちょっとまだ本気で弾いてないんで。あ、そうなんですか。僕でしか弾いてないんで。ちょっとベース上手い人に。いやサウンドチェック。わかりました。ぜひ。どうですか、持った感触。あ、でも全然重さもまあ割とこんなもんかなっていう感じ。こんなもん。いや別にまあ割とこなれた感じ。そうですね。はい、はい。お、ああ、でもなかなかいい感じになってくれそうですね。はい。え、いつも何弾いてんの。僕はなんか買ってたの。あ、そうですね。最近作動式東京 のジャズベを、はいはいはい、予言ジャズベを予言のそれ買って、割とそれモダンなというかバキバキバキみたいな、まあまあ、作動式とかなんかそういう感じのやつを最近、それがメイン。そうですね、最近それとあとフェンダー USA の、 アメリカンウルトラの5弦ジャズベを持ってる。今メインで使ってる感じですね。じゃあもうそれと比べてどんな感じか。そうですね、ぜひちょっとアンプ用意するんで。はい、これすごい。アンプつなげて。 ありがとうございます。ちょっと、はい、お、今全部フルテン出します。はい、お、お、出た。すごい、プレベのめっちゃいい音しますね。そんな強く弾かなかったよね、やっぱ。そんなことはないですけど。スラップですね。スラップだいぶ。いいですね。ちゃんとパッキパキに。そうですね。だいぶトーン上げてもかっこいいですし、締めても。弾けんねやな。めっちゃベースだよ。ベースうまいな。そう、いや全然。これはローズシバンの。ローズシバンで結構いい感じのローズやと思うよ。へえ、本当だ。でアルダーでみたいな感じで、なかなかやっぱヴィンテージらしい。で今度、はい、元自衛隊ベーシストと、はい、実は、はい、ライブします。あ、そうです、はい。ぜひ。ぜひ次年末ですよね。年末。そうですね、年末の12月です。28が金沢、はい、ジェラス街でやって、はい、29福井、はい、
オールドルーキーです、はい、そうです、いやでも久しぶり地元が僕福井で、そうですね、いろいろね、昔やってたんですけど、それで久しぶりに地元帰ってライブができるっていうのが凱旋ライブ、そうですね、めっちゃ楽しみですね。あれ知ってますか、あれ、あれ実は、はい、その福井の日、はい、ジョン・メアと被ってます。いやー、ジョン・メアで来日するっていう、ジョン・メアとダダ被りしてるんですよ。そうですね、じゃあジョン・メアと僕らはどっちが、そうでも僕ら福井でやるじゃないですか、はい、でジョン・メアって、まあ、多分東京でやるんですけど、ね、なんと4万4000します。いやなんか結構ツイッターとか、はい、で僕らは僕らなんぼやったっけ、3500じゃなかったっけ、いや3000や、あ3000でした。10分の1だから多分交通費使って往復して、はい、でホテル泊まって、はい、で一応セッションもできますからね。あ、そうですね、僕ら、そうですね、僕らまあ前半はオリジナル曲やりますけど、はい、後半セッションタイムもあるんで、はい、セッションもできてカニも食えますから、ね、そうですね、カニ高いか、あカニ、いやでもいや成功がいいのがね、500円ぐらいあればいけますね。じゃあカニ食って、はい、福井来て、やれば多分ジョン・メアより安く、そうですね、まあ、いろいろ楽しめるっていう、そうですね、充実した年末になります。そうですね、でもしよろしければお願いします。お願いします。ちょっと僕の曲やるんで、はい、最後に若干、あそうですね、ちょっとリハする、わかりました、リハでリハしましょう。23になりましたね。そうですね、先月。めっちゃ若いな、23。いや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 。俺もう12月7日で43やろ、はいはい。あ、そうなんですか。20歳歳なの、そんな感じで。ちょっと僕の曲できるかどうか、ちょっと試しましょう。そうですね、ちょっと頑張ります。じゃあ、ワン、ツー、スリめちゃくちゃいい感じだと思いますね。結構いい感じですね。なかなかボールパキパキパキみたいな感じで、すごくということで、かっこいい音が。年末、はい、頑張っていきましょう。お願いします、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。緊張しますね、ここでこういうのでベース弾くって。しちゃったんですよ。値上がり50円ぐらいしちゃったんですよ。これで値上がりした？しました、しました。でも値上がりしても安いですけど。安いよ。九州ラーメン。そうですね。全然、はい、九州味がちょっと。九州味。九州味が。これ油そば。そうです。全然九州味ないし。うわ、すごいな。400g。これか。400ですね。おお。あ、重たいですね。重い。重いですね。なかなか入らへん。なかなか、あ、いい香りがしますね。どんな味か、ちょっと、ね、レポ。いただきます。さっき。いやいや。